皆さんこんばんちは、せいです。私はプロの暗号をしていまして、最近だとツイッターに上げていたヤクザとメスクのあるオーダーケージの話の交換がただいま発売中でございます。はい、今日はね、米粉のホットケーキを作りたいと思います。最近ね、子供が生まれましてですね、でその子供が離乳食始まって中期ぐらいになったのかな。でなんかいろいろ食べられるようになったので、今日はね、頑張って米粉のホットケーキでも作ろうかなって思っております。はい、材料なんですけど、多分この辺に多分出ると思うんで、はい、一応ね、豆乳もね、100cc、100ml ぐらいで、あと米粉がね、100g ぐらいで作ろうかなと思ってるんですけど、米粉ね、100g、あとね、なんだろうな、どれ、あとね、ベーキングパウダーですね。あ、ベーキング、合ってる？ドライイースト。はい、ドライイーストですね。ベーキングパウダーでいいんだよね、きっと。いいと思ってるね。あとはね、砂糖はね、まだちょっと食べられないので、ちょっと砂糖はあまり良くないらしいので、砂糖はちょっと使わない、なんかね、バナナのホットケーキがある、まあね、バナナでね、ちょっと甘みを調節するのかな。で、バナナ1本ですね。はい、バナナ1本。バナナ1本です。で、豆乳とバナナ、あと米粉。で、あとサラダ油ですね。薬用のサラダ油を使って作っていこうかなと思います。100g ね、これがね、ちょうど1キロぐらいなんで、この間ね、100とか200とか使ったらね、多分ね、これくらいかな、こんぐらいかなと思ってるんですけど、どうなんだろうね、合ってるかな。あそこなんか壊れちゃった、大丈夫か。私はね、あんまり、すみません、私ね、家にね、サラダ油がないんでね、いつもオリーブオイルで作ってね、今日はちょっとオリーブオイル使わせていただきます。で、ちょっとね、また、咳喘息最近治ってたんですけど、またね、咳喘息再発してしまいましたね。大変ですよ、本当に。まあ、そんなね、そんなぐつぐつ言ってないでね、作ろうかなと思って。100g ぐらいあるらしいんですよね。これ若干ね、若干青いんだよね。大丈夫かな。あ、でも美味しそうだね、ほら。美味しそうだから大丈夫でしょ。で、これをね、最初にムキムキして、じゃあこっちもやろうと思って。ムキムキしまして、もう洗ったんだけど、もう一回洗った。バナナもいきます。バナナ食べたいね。バナナ好きなんだよね、結構おいしいからさ。バナナを置きました。で、これでなんかね、コップとかでちょっと入れたんで、一通り潰そうかな。硬いっていうか、ちょっとこれがどうしよう。潰して去年ね、私のバナナ1本って言ったんですけど、50cc と 50g に対してなんで、もう1本バナナ追加します。甘くないバナナとかありますよね。あれとかだったらちょっとショックかな。中身はね、結構美味しそうなんだよね、普通に。青くて食べられないものはさすがに出荷しないと思うんで、ね。よいしょ。こうやって入れて、やります。こうやってね。
で、まあこんな感じで止めたんですよね。こんな感じで、何いい感じで、なんか俺たちは食べら、すごい食べやすい。これ混ぜて、100cc を入れていきます。で、また混ぜて、ここを食べるまで、
のブレンダーなんかごめんなさいね。米粉ね、あれなんですよ、あの小麦粉と小麦粉に比べてグルテンが少ない。なんか最近グルテンフリーとか流行ってるんですか、なんで流行ってるのか分かんないんですけど、なんかグルテンをたくさん取っちゃうとあれ小麦アレルギーになっちゃうらしくて、まあ、それでなんかグルテンフリー、まあ、米粉はそのグルテンがないので、まあ、グルテンがない通りにそのなんか膨らまないとか、まあ、ちょっとねおせんべいみたいになるんですよ、焼くとおせんべいみたいになるんで、まあね、こうベーキングパウダーとか入れてちょっと膨らませるようにするって感じなのかな。はい、出てきましたね。よし、もうちょっとね、緩い方がいいかな。なんかあれ、何これ溶いてしたから言うなって話ですけど、もう一回読まれない。なんかね、豆乳がなかったら牛乳とか水でもいいらしいですよ。でもいいらしいので、ちょっとね、緩めの方が音で綺麗に焼けますので、ちょっとゆるくしたくて、まあこんな感じで、こんな感じですね。どうかな、もうちょっと入れた方がいい気がする。硬さはね、お好みでって感じですね。お好みで作って、はい、バナナのパンとか美味しいからさ、多分クロスでも美味しいと思うんだよね。今日はね、どこだっけな、キッチンキッチンっていうなんか300円ショップがありまして、でそこで買ったスキレットで焼きたいと思います。でも何気にね、初めなんかね、買ってねまだ一回も使ってないんですよ。だからせっかくちょっと作りたいなって使いたいなって。スキレットあんま使わないからさ、こんな感じで、よし、やっぱね、焼く段階ですか、ちょっとこれ炒めて、こんなキッチンジェンドかな、こんな感じで、よいしょ、これどうしようかな、キッチンの手でも少し結構するんだよね、多分結構すると思うんで、ちょっと
で、あれだね、まあ、それごめん、これを忘れてた。もうなんかすげえすごい香ばしい匂いする。なんかホットケーキじゃない匂いがするんだけど。じゃあどんな匂いですか？これなんかね、かた焼き作ってる時の匂いです。かた焼き作ったことないけど、なんかお店作ってるの見てこう。ああ、そうだよな。もう一回食べてみても。油も全部にいろんな溜まったし、これちょっと焦げてる。ちょっと待って、あらあら、火が弱すぎたかな、うん、すごい焦げついてる。スキレットとかもないか、スキレットだからこれ、ね、スキレットだからこれついちゃうからね。あらあら、ダメだ、これ失敗じゃん。フライパンやった方がいいかも。でも電源切れないじゃん。もうダメですね、失敗だから。いやいや、なんかこのもうでも失敗しちゃいましたね。火が弱い、こんなことも弱い。なんか油敷いたんだけどね、スキレットだからくっつきやすいとこですね。なんか卵とか焼いてるのもあるけどね。失敗なんだよね。失敗だから。こんなペットボトル作るのってスキレットだからってのもあるんですけど。とりあえず一回やってみますか。ね、表面生地がね、剥がれちゃってて、ちょっとこれ一回、ちょっと味見だけしようかな。これ全然ダメなんだけどね。全然ダメなんで。あ、でも、味は、味美味しいのかな。ただね、抹茶入れたら美味しいかも。でこの抹茶、これ食べられないんで、どうしよう。ちょっと何しようかな。この辺ついちゃうんですよ。ついちゃって困りましたね。キレットこうやって見せてみて、一回ちょっともう一回ちょっとキレットでやりますか。
ちょっとまあ子供ってめっちゃ尊い生き物なんだなって思って、もう本当にね、誰かの世話しないと死んじゃうから、そのね、なんかね、1歳とね、3歳が出てたんですけど、あまりにも、なんだろうな、不憫すぎて、この2人がさ、その、お母さんもね、あの、その主人公のお母さんも、なんだろうな、すごい大変な思いをして、子供と育てて、でももう、なんか一方的にその旦那に離婚されて、まあ、1歳と2歳を頑張って育てよって言って、資格の勉強とかもしてて、アパートしながら、子育てをしながらやってたんだけど、なんかね、そのストレスとかで、もう、なんかホストに余ってって、もう典型的なんだよ。すごい典型的なんだけど、まあ、ホストに余って、で、男遊びに、誰かに多分お付き合いしたんでしょうね。その時に子供の熱が冷めてしまっちゃったみたいですよ。冷めてその1歳と3歳をガムテープとか、なんかドアとかガラスをガムテープで止めて、で自分はその男の家に泊まって、子供の状態のまま、子供を結局のまま出かけていっちゃうっていう、そんな話なんですよ。結構まあ、これね、10年前だったらやるかな、まあ、10年前っていうか、ね、古い時間だったよね。2012年とか、すごい大阪の事件があって、それなんか、それもね、らしくて、もう実際、その映画に、もう映画通すの実際あった事件と全然違ってた。まあ、その結果的にはもう何だろうな、まあ、事件も映画も結局2人とも死んじゃったんだよね。死んじゃってまあそれを見て、うわすごい、キューって、もうなんでこんなさ、1歳と3歳がこう、なんか死ななきゃいけなかったんだろうって思って、まあお母さんはその、まあ、私はね、子供を育ててさ、まあ、このお母さんすごい、なんで一人育てるのもすごい大変なのに、ましてや二人育てて、だからさ、もうそれはさ、なんかめっちゃ煙出てるけど大丈夫かな、また焦げてんじゃないかな、なんか全然ダメだね。フライパン買おうか、虫パンみたいで美味しい。
いや、多分ね、なんで砂糖がないからなのかな。美味しくなるよみたいな話をもらって、
味しいです。フライパンで作るのがいいね。なるほどね。もう生地いい感じじゃない？ほら。ちょっと焼き目はね、ホットケーキになった。ちょっと。ね。もうこうやって重ねていけば重ねていくほど、技術って上がっていくんですね。今日こんな感じで、こんな感じ。大体美味しい。さっきがすごい良かったから。さっきのもちゃんとフライパンで焼いてあげようかね。もったいないからね。1枚やってこう何枚か焼いてみてよかったかな、ね、これね、これとこれ作ったら、うん、私ならちょっと大きめに作ろうかThank you.
して買うの、うん、あれ、ひっくり返すもんね、そうそうでプラスチックのトラックとか全部良かったけど、なんかね、なんだろう、小さいうちになんだ、豆腐とかその本物にひっくり返しておきたいなと思ってて、うん、プラスチックも悪くはないけど、破片が入ったりして危ないからね、割れた方が危ないか、でもなんとも言えない。プラスチックも可愛いですね、ほらラペカンヌしてます。ラペカンヌ最近ね、かわいい、かわいいなと思って、うちうちでハラセカウシグッズが大量に増えてて、こんな感じで増えてるんですね。子供にはそういう子供向けのがちょっと、なんだろう、楽しくなると思う。焼けてない、火消えてんじゃん全然火通ってないよ、火が消えてます。なんか木工の方がいて、はい、これとかも後で盛り付けようと思うんだけど、もうちょっとまだ足すのができてない。一食は2000円ぐらいとかで 高いかな、高いよ、まあちょっとフルーツとかも買っちゃったりしちゃうから、フルーツも買っちゃうからそれのせいで高いよし、今こんな感じで結構あ、ちょっとこれは多分火強くなかったね、ね、3歳になってからあげてもいらっしゃるんですけど、やっぱりそれも心配だよねみたいな話してて、そうだなと思って、いや本当にね、本当に私なんか分かんないんで、なんか三つ子までは神の子っていうことわざがあるのかな。もう3歳まで生きられる子が少なかったんですよね、昔は。今はもう綺麗だし、食べ物に飢えることもないんで、まあ、人だけ産んだら生きやすいと思うんですけど、それでもやっぱりちょっとなんだろう、乳児死んじゃったりしちゃうんで、ね、すごい弱いし、弱い子なのすごい心配ですよね、そういうのは、まあ、あ、そうか、そうどんなに生き残って、まあ、死ぬ時は死なんでね、もう自分のいいなって思う人生を生きた方がいいですよ。私も最近それに気がついて、本当につい最近ですよ、もうここ、ね、3ヶ月前とかかな、なんかこのまま
なんだろうな、これ誰かに作られたルールの中でてかこれ料理の時にする話ですね。わかんないけど。焦げました。焦げました。なんで。すぐ乾いた水のやつ。菌がすぐ乾く。多分消えてる。次、2枚目はちょっと、まあ、1枚目はしょうがないんで。うん。うん。頑張って乾かした。はい、とりあえず完成。綺麗な方上にして。綺麗な方上にした方がいい。
リー、あの冷凍のベリーを解凍しようと思ったんですけど、ベリーなんか買い忘れてましたね。もうやっぱりこれ。初めて食べるからさ、これ買ったんだけどね、これ合うと思いますよ、わからないやつに。わかんないとちょっとやめとこう。ちょっとこのバナナね、完熟してないので、ちょっとね、切り分け食べなくてもいいかなって感じ。このままで。で、私はメープルシロップかけて食べるけど、パーコさんはメープルシロップなしで。なんでこれ出したの？フルーツ入れたけど、フルーツないんで、まあ、ないときはないで、うん、あ、バターはあると思う。バター入れる。バターいいの？ちょっと待って、見ちゃう。バターは食べていいみたいバター食べていいから。バターはあんまりあれかな。オリーブオイル使って。9ヶ月から1ヶ月ぐらいの赤ちゃんにも食べさせられるケーキです。やったね、腹ペコ美味しい、いい感じ。いや嬉しい。もうこれ早速ね、ちょっと見せに行こう。さあ、ちょっとそんなことあがれよ。じゃあね、ここまで見ていただきありがとうございます。この動画が欲しいと思ったらチャンネル登録と高評価してくれたら
手元ジャンプになりますので、ぜひよろしくお願いします。私はご飯の焼きをしてお飯に入ってしっかりやってくださいね。ちょっとね子供に意してちょっと反応見ましょう一緒に。はい、寝てるさっきまで起きてたのにはい、じゃあおつめぐ様でした。ありがとうございます。おつめぐ様です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。